今度は仰向けに寝てください、はい、でそうですね、お顔はあ隠さない方がいいか、足元を追いますね。で、あのお腹を、はい、にトリートメントしていきますので、はい、お腹がちょっと見えるぐらいまでに入れてもらって、この辺ですかね、はい、ちょっとこうしますので、はい、お腹を出しておいていただいて、あ、はい、でもしあかんって言ってください、まあ、はい、夏なんで大丈夫、はい、大丈夫そうですか、まあ、この後ちょっと暖かくしていきますけどね、はい、ちょっと一旦ちょっとここ下げますね。下部をねちょっと乗せますね、お腹周りあったかくしますね。お腹がハロッとおっしゃってましたね、はい、うん、いつ頃からですか。結構で前から手足が細くなってもう腹だけ出てるみたいな、うんうんうん、あなかなかへこまないです。うーん、前も妊婦さんに見られるとか言ってましたもんね。そう今でもそこまで目立たないですよね。うん、あの時はちょっとピークすぎましたよかったり、なんか苦しいとか嫌な感じあるようでしたらおっしゃってくださいね。じゃあ両膝を立てるようにしていただいていいですか。そうですね。粒がなんですけど、ビタミンのスクラブです、なんかカプセルみたいになってるらしいです。そう、はい、なので美肌効果もあります。あ、いいです、うん、はい、結構粒がね、マッサージ効果を高めてくれたりもありますね。あ、いい匂い、うん、お腹空いてたら確かになんか食べ物っていうか柑橘系の匂いですかね、うん、硬い部分がありますね、うん、加減いかがですか。あ、気持ちいい、ね、じゃあちょっとこちらの足に立てて見せる方を倒します。
肌綺麗になりました。ごめんなさい、痛かったですね。肌綺麗になりましたよねっていうコメントありましたね。ママさん、本当ですか。うん、前なんかちょっと吹き出物が あることがありましたね。あ、顔は、顔とか肌と、うん、そうちょっと荒れてる時期もあったんですけど、あ、結構綺麗な全体的に。お顔もなくなりましたよね、ニキビとか。そうですね、やっぱ生理前は結構出ちゃうんですけど、うん、それ以外は、うん、収まった。なるほど。時期的なものもね、女性はありますよね、うん、あとやっぱストレス出てますね。そうですね、もうちょっと痛いですか。痛気持ちいい、痛気持ちいい。していただいて足をね、はい、反対の方、右の方にそうですね、倒していただいて。
ちょっと脇腹柔らかくしておきましょう。ちょっと冷えてるんですよね。お疲れ様でした。インスタを葵みことっていう名前で言ってるのでよかったら探してください。ももこさんファンの方はぜひ葵みことさんというアカウントなのでリンクを貼っておきますのでよかったらチェックしてください。この動画がよかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。